ファイターズスタンドプレゼント BJJ ウェーブ。はい、橋本キアです。石井道場、石井です。はい、そしてゲスト来ていただきました。あ、カルペディウムの橋本です。はい、ということで、これはファイターズスタンドプレゼント BJJ ウェーブ特別編、はい、ということで、橋本智之選手来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんで来たかというと、橋本智之杯開催します。これの告知の番宣で来てます。で、その前に、橋本智之、まずは聞かないといけないムンジアル、うん、12月の9日から12日、4日間、アナハイムですね、アナハイムコンベンションセンターで行われるムンジアル、出撃します。去年なかったんですね、コロナ禍で。けど今年はやるということで、橋本智之出陣。どうですか今の調子は。今の調子は結構いい感じですね。どんな感じで練習してますか。まあ、減量もあるんで。あ、まあ、減量、そう、減量順調そうですね。そうですね、全然。どんな感じで減量してますか。減量はまあカロリーとかタンパク質とか気をつけて、まあ、もう愛妻料理ですね。そうですね、愛妻料理も食べつつ、はい、やっぱそこら辺違いますか。まあ、そうですね、夜自分で作んなかったりするのはまあ楽っすね、普通に。で、あとは練習と。そうですね、練習も結構いいメンバーと。そう、今はね、本当カルペディウム疲労のあのチビ連、もうすごいメンバーで揃ってやってますからね。そうですね、まあ幸四郎は今もう行っちゃったんですけど、はあ、あ、そうだ、ワールドプロ行きましたね、はあはあ、ワールドプロ行って、それからロサンゼルスで練習するって言ってましたかね。そうですね、なんかもうホームステイするとこ探してくれって言われて。そうですか。ああ、探したんですけどね。コウシロはもうそのまんまムンジアル。そうです、うん、なんかだ、ロサンゼルス 3週間ぐらいいるのかな、うん、でなんかホームステイできる子ないですかみたいなこと言われて、結構探したんですけど、ロサンゼルス広いからどこ行くにしてもなんか車が必要で、ちょっと難しくてダメだったんですけどね。けどそうやって現地で練習して出るってことなので、で橋本智之も行きますね、カルペディウムチームの一員として。そうですね、でそこで通う手配また行きますね、はい、そうですね。三の瀬いつ行きますか。まあ、23に。あ、じゃあもうすぐ、うん、そうですね、もう来週の、もうすぐ、はいはい、でも先に内山さん行ってますね。そうですね、内山さん先に。内山さんも下宿してますから、はい、でそこでやって練習して、はい、通う手配チームどうですか。通う手配もうずっと言ってますね。そうですね、まあでもすごいよくしてくれるんで、うん、めちゃめちゃ親身になって教えてくれるし、うん、かつやっぱ試合中のセコンドとかもめちゃめちゃ心強いっていうか、うん、あのすごいルールとかをねすごい熟知してるんでね、うん、そうですね、やっぱそういった戦略的なことも、そうですね、やっぱなんか日本人だけだと結構なんかこうジャッジ的にちょっとなんかこう、うんうん、ちょっと不当っていうか、うん、まあ、ちょっと微妙なジャッジ受けてもなんかそれ、うんうん、そのまま行っちゃったりするんですけど、うんうんうん、結構カイオとかセコンドにいると、もしそういうのあった場合とかすごいいろいろめっちゃ言ってくれるから。いや、だってカイオがケツ持ちでいたらヘテなことできないでしょ、ね、そうですね、だから変なジャッジとかは受けづらくなるっていう、ね、うん、いやだ、そういったねメリットもあると思いますよ。そうですね、でもちろんだってその試合前に行くから、そこでのルール、あのテクニックのアップデートもあるだろうし、そうっすね、で戦略的なね、そういう相談もできると思うし。そうですね、めちゃめちゃ毎試合戦略は授けてくれるっていうか、うん、あ、そうなんですね、明確にこのタイミングでこれ行ってみたいな。カイオ出ますか今回。多分出ないって言ってた。出ないですね、出ないからすごいサポートに回るって言ってたんで、うん、けどブルーノ・マルファシーに出ます。あ、いいですね、はい、あ、エントリーリスト見てますか。あ、この前見たらいなかったっす。あ、ブルーノ・マルファシーに出ます。あ、そうなんです、ね、あとはタリソンも出ます、はいはい、でジョナサン・アンドラージ出ます。ホドネイ・バルボーザ、結構なメンバーいますね。けど、あ、まあ、マイキーはいないですね。そうですね、マイキーも今体でかくなりましたからね。燃やしてるっすけどね、うん、写真は。けどなんかこの間ダブル出た時なんかすげえムキムキなイメージありましたけどね。山登っちゃったりして。ああ、そうですね、ね、でも結構なんか前の方がでかかったっす、ね、あ、そうなんですね。今結構なんかちょっと減量してるみたいな、うん、あ、じゃあマイキーもじゃあライトフェザーかなんか出るんですかね。いや、どうなんです。でもやっぱ ADCC とか、うん、今グラップリングやってるから、うん、なんか下手に同期とか出てこないかなって気がするっす。そうですね、ダブルエロとかもう全部だって脳技ばっかりだもん。脳技で、まあ、結構やっぱ脳技はもう結構ほぼタイトル取ってるんで、うん、あ、そうですね。そんなに ADCC 狙うのは65か66です、うん、
じゃあそこまで増やさないとってことですもんね。ああそういうことなんですかね、うん、そうですね。マイキーにしてはちょっと小さいですね、うん、大きいですね。マイキーの対象にしては。はい、じゃあそのカヨテハチームで、どのくらいやるんですか。2週間ぐらい。まあそうですね、2週間ぐらい。その2週間って何の2週間なんですか。うん、まあでも実際こう、うん、日本東京での環境めっちゃいいっていうか、うん、すごいホベもいるし、うん、もうまあ、弟は一緒に行くんですけど、うん、あとまあケイトとかすごいいい選手いっぱいいるから。トモキもいますね。そうですね、トモキもいるし、だからまあ普通にこう日本の生活でストレスなくいい練習できるのはめちゃめちゃいいことなんで、うんうん、だから僕アメリカあんま好きじゃなくて。えアメリカなんでですか。いやご飯とかなんかそういう、あタコス的なとか、なんか向こうでのなんかコミュニケーションとかもちょっとだるいじゃないですか、うんうんうん、だからだるいんだ、まあ、だ日本でずっとできるんだったらしたいんですけど、うん、でもやっぱそれでもやっぱだるいんですけど、やっぱ海洋の、うん、との練習とかアドバイスとか本当ためになるんで、いやそれもそういうのをだるさを乗り越えてでも行った方がいいと。そうですね、そういう感じです。でもカヨテハのチームってなんかこの間聞いた時に結構でかいメンバーが多いって聞いたんですけど、どうですか練習メンバー的に。練習ですか。あ、まあでも僕はやっぱカヨとか気使ってもらって小さい人当ててくれるし、カヨ、ね、自身もめっちゃスパーしてくれるんで、うんうん、僕とめちゃめちゃいいですね。三ノ瀬2週間、それからロサンゼルス、うん、そうですね、行って試合に出ると、はい、じゃあもうじゃあエントリーリストとかじゃあそんなあんま見てないですね。まあ毎日は見てないですね、3日に1回とか、はあ、そんなもんです。じゃあ今言ったメンバーどうですか、注意してるやついますか。まあ、やっぱブルーノはやっぱ一番そうトータル的に見て能力高いかなと思うっす、ね。まあ、タリゾンには負けたけど、うん、能力的には僕はブルーノの方が強いかなと。へえ、なんかブルーノってもうちょっと峠越したようなイメージあるんですけどね、うん、まあそんなめちゃめちゃ今も伸びてるって感じじゃないですけど、うん、現状キープだけでもめちゃめちゃ強いっていうか、うん、まだタリソンとかの方が全然、まあ、この前も試合した時も別に初めからまあ勝つか勝てないか五分五分ぐらいかなぐらいの感じな、うん、そんな勝てない相手だと思ってなかったんで、そもそも、うん、だからまあ、ブルーの、まあ、もちろんそのタリソンとか、うん、まあ、結構まあ競ってはいるっすけど、うん、みんな僕も別に他のどの選手とやっても別に簡単に勝てないというか、うん、負ける可能性のある相手いっぱいいるんですけど、まあ、ブルーのがやっぱその中でもちょっと突出してる、まあ、ちょっと抜けてるから。ジョナスどうですか。ジョナス、まあ、ジョナスまだやってないですよね。結構なんかめんどくさいタイプ、手足が長いしね、結構ゲーム的にもめちゃめちゃで結構ねいろんな大会出て勝ってますからね、ジョナスなんか固めてくるんで、うん、そんな、うーん、そうなんですかね。タリソンとかブルーノみたいなガンガン動くタイプじゃない、能力的にすごい高いって感じじゃないけど、うんうん、なんか戦い方が賢いです。そう、ゲームプランなんですかね。そう、ジョナスとの試合はちょっと見たいなと思いますね、うん、でそんな中でも今年は橋本あるんじゃないかは言われてますよね。俺ブルーノ・マルマシン出てくると思ってなかったもん、出てくるんだと思って。である人こそだって一体インターンするだろう、何だろうかんだろうって、何回やってるんだって、そうなんか出てきてるし、でやっぱ一回ね、あそのほらタリソンに負けてなんかそこでなんか新旧交代のイメージがついちゃったから、勝手に俺がもう出てこないんじゃないかってちょっと思っちゃったのかもしれないけど、でタリソンもねなんかずっとオーストラリアにいて彼女とイチャイチャしてるし、どうなんだろうちょっと思ってたんだけど、やっぱ出てくるんだなと思って。だからそのルースター級はね本当に今あのだってホドレバルボーダーだってね勝ってはいるけど、だって強いは強いし、だすごいなんかメンバー揃ってますよね。けどそんなに簡単ではないですよね、やっぱあのメンバーも、ね、誰が出るかも分からないし、その中で橋本美日本から唯一じゃないですか。昔はだってあまだ島本選手だってエントリーしてないですよね。してないです。そうっす、今のところそうっすね。だから本当だから橋本智之の試合だって去年のヨーロピアン以来じゃないですか。同義はそうですね。ねえ。同義はそうです。もうだ一軽く1年10ヶ月ぶり？うん、そうですね。ねえ、どうですかそこの久しぶりの同義の試合。久しぶりの同義の試合。まあまあでも今すごいいい練習できてて、うん、すごいなんか日々上達してるんで、うん、だから結構今はあとまあでも。まだ4週間ぐらいあるんで、うん、まだまだ上手くなれるなっていう感じで、うん、当日は多分結構楽しみになってるだろうなって、うん、まあ、今はまあもっと準備しなきゃなっていう、まあ、焦りつつも頑張ってる感じですけど、うん、そうだ、ムンジャル去年なかったですからね。去年ムンジャルないって知った時どうでしたか。うん、まあでもなんすかね、うん、結構
試合も続いてたし、うん、なんか減量もしないといけないから、うん、結構なんかだるい気持ちもあるんですよ、ねうんまあ、めんどくさいなみたいな。だから結構半々ですよね。ちょっと残念な気持ちもあるし、うん、あなんかちょっとダラダラできるわみたいな、うん、いやダラダラ好きですか。ダラダラそうですね普通になんか。え、今年は今回のムンジアルは他のメンバー的には予定してるのは誰が。え、カルペディエムチームですか。いやもう日本人としては、黒帯は少ないですよ。橋本智之でしょ、で加古さん、加古選手、あと内山さん、あとダーシマ、うん、あと黒帯そのぐらいじゃないですか今のところ、うん、であと茶帯で、野村優馬、うん、堤浩太、うん、あと甲子郎、あと、紫、あと、ダニーロでしょ、うん、で、あと森脇三友さん、うん、あと弟もいるっすよ。そうだ、橋本潤だ。あと、そうだ、ライトフェザーでその野村優馬、だから全日本の決勝ですね、優勝、準優勝が いるんですよ、そこに。で、あと誰がいたかな。あとあれだ、柳井優斗。あ、そうか、ユートも行くって言ってましたね。あともう一人、ミユイ、もう一人いましたね。あ、そうですか。そう、だから、なんだかんだ言って、まあまあ、いると思いますよ。うん、で、けどね、やっぱ帰国のね、10日間がね、うん、行くのも大変だし、だからその11月の、23日に行くって言ってましたよね。23日に行って、大会終わって帰ってきたとしても、動けるようになるのって、本当12月の下旬になるか、本当1ヶ月間。うん、もう指導とかなんだかんだができなくなっちゃう。だから仕事ができなくなるっていうのは結構なねダメージがあると思います。そこどうですか。あんま大丈夫ですか。そうですね。しかも僕なんかまず決まってないんですけど、うん、なんかムンジアルの後になんかあワンマッチみたいなブルーノと、あもうそれ言っちゃっていいんですか。まあでもまあ別にここで言っても別に多分向こうの人に届かないし、うんうんうん、まあ、決まって、ね、決まってもないね。それ前 BJJ スターズ、スターズ、うん、でやるっていう話。そう、ブラジルでやるはずだった試合ですよ ね、 そうですね。その時中井先生とバルボーザも、中井バルボーザで、うん、橋本ブルーノ、はい、そうです。でも今週中に決めてほしい。僕あの、ま、だからアメリカから日本に帰るチケットとかも取ってないから、うん、そのままブラジルかもしれないんで、だから早めに決めてくれないと思って言ってるけども、 BJ スターズはもう大会やってるんでね、うん、そうですね。であそこすげえなんか資金ありそうだから、うん、まああるといいですけどね。えわかんないです。いやけどそこであったらそれはそれで面白いですよね。だからそれやったら結構年末とか23とか4とかに日本帰ってくることある、うん、なるんで、まあ、どうせ正月休みと重なりますよみたいな感じですよね。まあまあまあそうですね、うん、いやじゃあ結構じゃ あ、ね、あのもしかしたらその12月はビッグマッチが2つあるってことですね。そうですね。いやそれもあったらあったらすごい楽しみ。だから日本からそういうようなイベントに呼ばれるっていうのはまず一つじゃないですか、うん、すごいですね。で今ハイサムがアメリカ行って結構ワーキャー言われてるっていうね、あの WNO とか ですごいなんかそこで名前も上がってるっていうのもすごいね聞いてるし、でやっぱ日本でねそういうふうにブルーノとやれる選手って呼ばれるっていうのはすごい光栄なことですよね。そうですね。こういう名前が上がるっていうのはすごいチャンスではあると思うんで、ぜひぜひそちらの方もね実現してほしいですね。はい、そしてそんなムンジャルを、行く橋本智之で、ここで先ほど言いました橋本智之杯、はい、決定しました、はい、これがね2022年、2月の 23ですね、はい、決まりました、企画概要どんな感じですか橋本選手僕が説明するんですか。はい、2月の23日祝日の水曜日、ユナイテッドジム千葉にて行われます、はい、はい、大会コンセプトどうですか。コンセプトはまあこれから来るようないい選手発掘して、うん、まあ、その呪術フットがサポートして、うん、まあ、ちょっとそういうなんだろう、まあそのこれから来る人がもっとこう登っていきやすいように、うん、なんかヘルプできればなみたいな。あの軽量級だけですね、うん、でだからその次世代ってことで青帯紫だけ、あでやっぱそこら辺ので日本って面々と続いてるけど、本間雄介もそうだし吉岡大さんもそうだし、でその柴本選手もそうだし橋本智之もそうだけど軽量級が強いじゃん、うん、ずっとジョン・パウロもそうだし、はい、でそういうようなその要はルースターライトフェザー、うん、ここのこれから来るであろう選手の、あでもフェザーもっすよね。フェザーもじゃないですか。フェザー入れたんだ、はいはい、そうだ、ルースターライトフェザー、そうだ3階級です。3階級
でそこでやっていくってことですから、日本で初の、ムンジャーチャンピオンフェザー級ですから、チャンピオンフェザー級さすがいきなり2005年ですかね。だそのぐらいだから、ルースターライトフェザー、フェザーが熱いっていうことで、ここでやっていくこの、次世代を発掘する橋本智之杯、ジューツフットのスポンサー選手ですよ橋本智之。どうですかジューツフットですか。はい、ジューツフットはまあいいっすよね。結構最近そう、なんかすごい今売り上げ上がってるってそうですね聞いてますよ。この前九州セミナーとか行っても、はい、結構来てる人ちょくちょくいるし、はい、まあ本当にクオリティもいいし値段も割とそうお手頃価格ですね。そうですね。で今ね道着が高いで、ね、某で25,000円ですよ。それが当たり前になって、ね、いやそれが定価ですからね、うん、で2万超えが当たり前の中、1万円台半ばぐらいのお手頃価格、うん、でクオリティもいい。そうですね。そして橋本智之が来てる、だからやっぱ有名選手が来てるっていうのがね一つのあれですからね。でそこで企画されたのはこの橋本智之杯ですから。いまだかつてありましたか、人の名前がついてる大会。あるんじゃないですか。いやないでしょ。あった、バルボーザ杯とかあるっすよね。いやブラジル人じゃん。ブラジル人日本人は確かに初でしょこれ。中井由紀杯ですらないのにないんすね、意外っすね。いやこれですよ橋本智之杯。橋本選手は若手の育成っていうものに興味はあるんですか。若手の育成ですか。はい、うん、だからいやなんか人に興味なさそうだけど、イメージ的にはもうまず自分ね、それこそ、ね、うん、ムンジアルの、ね、チャンピオンになることが目標だから、まず自分が強くなる環境でありっていう、うん、なんかすごいストイックな自分が強くなるイメージがあるけど、なんかこの橋本智之杯のコンセプトはなんか若手のね、うん、あれっていうのはあるけど、なんかあんまりそこに興味あるイメージがないですよね。まあでもなんすかね、すごい充実をこう別に若くても、うん、年いってても、うん、呪術めちゃめちゃこう真剣にやってったりする人って結構、うん、なんか僕が好きな感じの人多いんで、うん、そうですね。疲労からね、あれワールドマスター世界チャンピオン出ましたもんね。大岡さん、うん、だからまあそのこれから上手くなってめちゃめちゃ日本代表するような選手にこう、うん、今のうちにこう感謝されとくっていうのも、うん、それ大事ですね。おー、売っとくと先物買い的な、まあ、全然そいつの経歴に橋本智之杯優勝っていうのがついてくる。いやそうですよ。いやけどこれね、だ見てください、ここで勝つとなんと年間サポートアスリート契約、おここで活躍して、ま、そう MVP になると、はい、ジューツフットのスポンサーになりますから。だって白だから青紫でスポンサー作ってなかなかないですよ、うん、なかなかないでしょう。でそれが作ってのはまずでかい。まあトロフィーもらえるのもね嬉しいことです。であとはこのカテゴリーの優勝者、カテゴリーこれがまあルースターライトフェザーフェザーですけど、これ優勝者にはもう道着もらえます。あと橋本智之テクニック動画詰め合わせ、はい、ですね。そうですね。なんかまあ5つぐらい選んでもらって、はい、まあ、それ無料で。バカ売れしてますから橋本智之バカ売れと思います。いやバカ売れでしょう。まあそうね、何千本って売れてるんですよ累計。累計はそうです、ね、相当じゃないですか。俺も買ってますからね。僕も買ってます。クローズドカード、ありがとうございます。ありがたいです。いや買ってますよ。そこら辺のチャリンチャリンが、はい、でここでもう無料提供される。はい、まとめていきます。まだあります。準優勝者、はい、ラッシュガード。まあラッシュガードもいいと思いますよ。だって道着の下に着ますからね。今ラッシュガード着ないで練習するとやらかをされますから。で胸毛野郎とかいますから、もうそういうのもない。このラッシュガード着てもらわないといけない。はい、あと、大会に出るともう参加費の中に T シャツがついてくる、はい、もう参加費4,000円、はい、12月1日から12月31日までは2021年度年内にエントリーすれば4,000円で出れます。で T シャツ付きだ。 T シャツだって今結構なお値段しますからね。もう T シャツ買ったと思えば出れます、はい、で第二次募集、元旦から1月21日まで5,000円で、最後1月22日から2月10日6,000円で、これだけで4,000円5,000円6,000円、これでも全然安いっすよね。今大会だって5,000円スタート6,000円スタート当たり前ですもんね。でここでだってそういうような勝ったらメダルだけじゃなくてそういった特典がついてくる。どうですか橋本智之。あとなんか決勝の試合とか、はい、僕がなんか解説して、おでなんかアドバイスなんか言えることあれば
言っていこうかな。一言コメント、一言コメントじゃないですね、まあ、普通になんかこういう風にここはこうでしたねっていう、ちょっとこの技術が足りなくて、うん、また負けた理由とかがあるんだったら、うん、負けた理由説明して、ダメ出し、ダメ出しオンラインコーチングですよね。でまあその必要なスキルとか、うん、まあ、こういう能力もうちょいやった方がいいかなっていうのを、うん、まあ、言って、まあその成長のなんすかね、手助けっていうか、うん、少しでもまあ、あ、いいっすね、でそれだけでもなんか育成大会の意味ありますよね、うん、確かに、トップ選手にね、うん、ちゃんとアドバイスしてもらえるっていう、で俺たちからしたらね、いや頑張ったねっつって、うん、あそこパスられちゃったね、残念だねって言うけど、なんでパスられたかな、俺ら分からないですから、下手したら負け犬がって言い出しますからね、金谷さんね、負けたやつにはね、話しかけんじゃねえっつって、はい、そういうことはありますから、はい、でここに橋本朋之杯、これ記念すべき1回目の大会ですから、橋本朋之杯企画立案ですよ、ここでがっつりやっていきますから、橋本朋之杯、もう本当もう日本初ですよ、人の名前がついた大会で、今まではね、本当バルボーザ杯だったり、あの何でしたっけね、ヘイゾングレシー杯だの、うん、ね、結構ありましたね、あのデラヒーバカップとか、うん、そういうに次ぐ日本初橋本朋之杯、これをね盛り上げないといけない、はい、大会にかける意気込みお願いします。意気込みですか、はい、まあ、とりあえずその前に世界大会あるんで、そうですね、まずはそこですね、世界王者として開ければもう、いや最高ですね、だいやけどだからそういうような、うん、あの世界のトップランクにいる人が次世代にバトンを渡すというかね、うん、まあでももし負けても集まってほしいですけどね、人がもうあの負けること考えるじゃダメですよ、いろいろ想定してるんで、いろいろさすがシビアですね、はい、さあクールな感じで、はい、けどこれはねもう勝っても負けてもやります、もちろんそう、盛大にやりますから、2月の終わりこのね、そうですね、なんかいろんなやっぱ、うん、地方からとかもいっぱい集まってきてほしいです、ね、いやだってこの間 の, その九州ツアーだってねバンバンだじゃないですか、すごい盛況でしたよね、なんか写真とか見る限り、ね、相当ねハードスケジュールの中詰め込みまくって、そうですね、けどまあほとんどのところが満員御礼じゃないですか、もうガッチリマンデーじゃないですか、もうあんだけ入って意外とね、甲子郎に教えるスキルがあるっていうことにびっくりしました、うん、そう、あの甲子郎ね本当九州にねベースがあるし、うん、で九州から俺が町のスターが世界に羽ばたくみたいな、うん、ね、そういうところもあるし、なんか非常に良かったと思う、うん、このカップリングツアーはね、そうですね、ね、でそういうところでほら信者も増えて、でそこでまた、あ、こんなテクニックあるんだ、じゃあまた DVD 買おうって、まあ、そのね、あれにもなりますし、でそういう人たちのサポーターにもなるし、うん、でそこからまた交渉みたいに地方から東京に出てきてっていうところもあると思うし、それそういった種明けの意味も あったと思います、あれはすごい良かったと思います、はい、でそういうのも実際交渉だって来たのだって青帯の時ですよね、東京に来たのは、うん、 それもなんか僕がセミナー行った時に、なんか神戸でセミナーした時に、うん、あ、鹿児島から来てて、へー、なんか青帯のなんかちょっと変わってる子いるなと思って、うん、挨拶のできない、まあでもなんか僕もそんな変わんないタイプなんで、まあそうですね、まあ、系列は一緒かもしれない、あ、なんか変わってるやついるなと思って、うん、したらすごい練習する感じで、うんうん、そこからもうなんか東京にも来るようになって、そう、あの、あ、そうですね、その柔術のそういう突出した人ってやっぱそういう独自分の世界観があるよね、やっぱそういう風になんかもうちょっとそういった世界観を持った人たちがそう柔術にはもう集中してるというか、なんかそういうのはちょっとありますね。だからもう甲子郎ってもう今やね、もうトップクラスの一人ですからね。いや甲子郎も九州頑張ってほしいですし、でそういった人たちが次の軽量級、だから甲子郎ってフェザーですから。まあ茶帯だからねあれですけど、青帯、紫帯、ここのルースター、ライトフェザー、フェザー、もうスポンサー欲しい、もう橋本朋之みたいになりたいっていう人たちは出てほしいですね。そうですね、はい、本当にこれから頑張りたいっていう人、うん、本当全国各地から集まってくれたらめっちゃ嬉しいですけど、ね、いや本当これをね1回もしっかりやって毎年やりたいですね、これね、ねえ、そうですね、続けていきたい、もうこういうのをちゃんとやって、ね、本当発掘していくんですから、まあ、これをね、でそこで発掘した人たちが育っていって、あ、じゃあ今は橋本朋之みたいになりたい、でその次は橋本朋之で優勝した人たちが次のロールモデルになって、それが面々と続いていけばいいですよね、でそこでジュースフットの同期も盛り上がっていけばね、みんながウィンウィンなんで、
これちょっと頑張っていきたいと思います。俺も大会の当日は、お手伝いに行きますので、はい、橋本コンビで頑張っていきたい。あ、純くんもね、そうっす、来ますね。純くんいるっすかね、わかんない。純くん来ませんか？いや、わかんないです。え、お兄ちゃんと一緒に来ないんですか？いや、まあ、なんすかね、そんなやることもないし。まあ、そうっすね。本当ですか？なんか給料もらえるんだってくるかもしれない。ギャラ次第。はい、じゃあぜひぜひ重点とさ、そこの経費も捻出してください。はい、はい、ということで橋本智之杯開催でムンジャル頑張ってください。ということでファイタースタントプレゼンツ BJJ ウェブここら辺で終わりたいと思います。橋本智之選手ゲスト出演ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この大会頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。